今回はですね、僕のね、今やっている釣りの、一番新しい最新の釣りというか、新しい釣り、今やっていることをですね、ご紹介していきたいなと思ってます。タックルを紹介します。電動リールはクリスティアエアで、そこにこのフンバルレッグのロングですね、ロングをつけて安定感を増す風船になる。で、3分の2ぐらい、ちょうどここのね、折れ曲がってるところのところにこのフンバルレッグの下がくるようにしてあげると、ここで持つことができる。誘いは枝巣の落ちるフォールのタイプですね。それとあとはこう叩くタイプ、こつくタイプですね。これで振動系の誘い、どっちかというとこうちょっとこう僕の場合はこう上げて下げる。でワカサギの目の前から消えないように、ワカサギがちゃんと追える上下の距離、こうあまり大きい声で誘い入れると時々はいいんですけど、しょっちゅうやってるとワカサギ全然食えないまんま次どっか行っちゃうので、なるべくこういった形で小さいっていうか、あまり目の前から消えない程度で誘っていきます。ワカサギの仕掛けってどういうふうに使い分ければいいのっていう質問結構多いんですね。僕の考えている仕掛けのタイプ、基本的にはこう針がいっぱいついてて、ワカサギに対してアピールをするんですよね。ワカサギっていうのはこう目で餌を探して移動しながら群れを形成してるっていう。でその群れの先頭がだいたいその餌を見つけたらその方向にみんなくっついていく傾向があるので、まずその先頭のワカサギに餌を発見してもらう、それがいわゆる仕掛けのアピール度なんですよね。それはまずどういうことかというと、針感覚が密なの。